今日のテーマはお片付けです。私自身はどうかというと、やる気だけはあります。やる気だけは察してくださいということで、お片付けに極意なんてあるんでしょうか。学んでいきたいと思います。こんにちは。お邪魔したのはお片付けに悩む井上さんのお宅。結構綺麗にしてるつもりなんですけど。いやいや、もう綺麗ですよ。だけどここなんですけど、あ、カウンターの上とか、その人数が多いので、みんながこう物をここに並べていくわけです。3人のお子さんと両親の6人で暮らす井上さん。カウンターの上にはそれぞれがよく使うものが並んでいます。ちょっとまずめっちゃ気になったんが、うちはめっちゃこれ出していいですか？はい、こんないる？あー、ありますね。ハサミ多くないですか？多いですよ。ここだけで3つありますかね。でもそれだけあると思ってても、はい、なくなるんですよね。結構使う時になくて、ちゃんと使った人戻してって言って戻ってくるっていう感じなんで、もう日本全国ご家庭で轟くお母さんハサミどこっていう。気になる場所は他にも。引き出しなんですけど、はい、こうごちゃごちゃなんですよ。キッチン用品ってあればあるほど便利な気がするので、溢れるんですよね。ついつい物が増え、何がどこにあるのか一目ではわからない状態に。その結果、あるのに買い足すという悪循環にもつながってしまいます。これがないだろ、あれがないだろ、言ってこないじゃないですか。私にいちいち聞かなくても取れるシステムになってほしいです。お母さんあれどこって言われない収納です。いいですね、はい、目指しましょう、はい、お片付けのコツを教えてくれるのは岡村純子さん。整理収納アドバイザーとして関西各地で訪問サービスを提供。およそ380件のお片付けを手掛けてきました。岡村さんの手にかかれば、はいはい、このカウンターの上のものはなくなりますか？はいはい、なくなります。岡村さん、早速作業に取り掛かります。まずはカウンターとリビングの収納スペースに入っているものをすべて出して並べるところから始めます。シートの上に物を出したんですけど、はいはい、ここでまずすることは何でしょうか？はいはい、まずはジャンルごとに分けます。はい、それで今の時点でも明らかに不要なものはちょっと避けていって、使うものだけを残していきます。文房具、薬、テープ類などジャンルごとにまとめ、いらないものを処分していきますが、ここでもポイントが。捨てるのが苦手な人もいらっしゃるじゃないですか。はいはい、それは無理に捨てろとはならないですか？はい、そうですね、まず捨てるものって考えちゃうとやっぱ片付けが進まないんで、うん、残したいもの、使ってるものとかを選んでもらう。今すぐ処分するのにどうしても抵抗がある場合は、別の箱にまとめ、半年後にもう一度必要かどうか判断するなどの期限を決めるのもあり。次はジャンルごとに使用頻度の高いものを選びます。その使用頻度は、はい、高いっていうのはどれぐらいの高さですかね？はいはい、使用頻度が高いっていうのは毎日使うものとか 2,3 日に1回使うようなものを使用頻度が高いっていうふうに言います。使用頻度を重視するのが岡村さん流お片付けの極意。同じ文房具だからといってよく使うものとほとんど使わないものを一緒に入れてしまうとごちゃごちゃの原因に。ホッチキスは使います、ね、ホッチキスとカッターは、カッターも使います。カッターホッチキスの芯で、これとこっちがいるもので、はい、こっちが予備、うん、はい、少な、減りましたね。次はいよいよ収納へ。仕切りを好きな位置に移動できる収納ボックスを使います。
100円ショップなどで手に入りますよ。毎日使うものは手前に、 2,3 日に1回のものはその奥に。ここでも使う頻度を意識しながら引き出しにしまいます。うわ、めちゃめちゃすっきりしてる。すごい。これだと1回引き出すだけでいいんですけど、うん、こっちだとこう開けてもう1回引き出さないとダメなので2回動作が必要になってくるんですよ、うんうんうん、なので、まあ、こっちはちょっとストックみたいなイメージですね。1回開ければ取り出せるので、多分子どもさんもここに戻せると思います。文房具なども取り出しやすい引き出しに入れるのはよく使うものだけ。ストックやたまにしか使わないものはあまり開けない棚や押し入れなどにラベリングして入れておけば OK。 このラベリングするとそれ以外のものを入れにくくなるんですよ。なるほど。同じ方法でキッチン用品も片付けていきます。まずは調理器具とお箸やスプーンなど食事に使うものを分け、調理器具の中で毎日使うものを収納ボックスへ。ヘラ系、おたま系、ナイフ、ハサミ、はい、計量スプーン、はい、なんか贅沢すぎませんって思うんですけど、そんなことはないですか？でも戻しやすいですし、出しやすいですし、でここにねラベリングとかをしとくと、うんうんうん、例えばこう出したとしても大さじスプーンって戻せるんで、ここにラベリングしとくと。ストレスなく誰でも元の場所に戻せるシステムを作っておくことが綺麗を保つ秘訣です。おお、じゃあこういう感じで。すごい、はい、一目でわかる何がどこにあるのか。毎日ではないけど時々使うものは2段目の引き出しに。食事に使うお箸やスプーンなどはキッチンの奥ではなく、誰でも取り出しやすい入り口近くの食器棚に収納します。3時間ほどで気になっていた2箇所のお片付けは終了。カウンターの上も見違えるようにすっきりしました。これならあるはずのものが見つからないということもなくなりそうです。井上さん、いかがですか？いや、もうすごくないですか？これめちゃくちゃ綺麗で、何も物も置かない、置きたくないですね、これ。逆に置きたくなくなる。置きたくなくなる。岡村さんによると、お片付けに苦手意識がある方は今回のように引き出し1個など小さいところから片付けてみるのが効果的だそう。キッチンのキッチンツールからがおすすめですか ね、 今日はね、毎日、はい、使うものなので片付けやすいですね。なんか使ってるか使ってないかが分かりやすいんですよ、うんうんうん、でそこが綺麗になると、うん、確かにこう成果もよく分かりますね、うん、そうですね、毎日すごい楽になると思います、うん。